はい、こんにちは、ヨッシーです。今日は G7 というコード、ウクレレで G7 というコードは1弦から2フレット1フレット2フレットそして4弦が開放弦、こういった綺麗な、ね、美しい響きします G7 のコード。この形は割とそうですね、教則本でも 初心者自分から出てくるコードですので、そしてもうすごく C とか G7 とか F とかっていうのは本当によく出てきます。もう生涯この形を何回押さえるのかなというぐらいのね、もんです。そしてこの三角形としましょう、まあね、三角形の形を覚えてしまったらこれ G7、 そしてこの形で1弦を目標に、します。ここ1弦が2フレットですね、これ1弦が5フレットです。形同じです。そして1弦が8フレット、そして1弦が11フレット、この形をもうついでに覚えてしまいましょう。そして FG7C というコード進行をちょっと弾いてみますね。これがまあ通常の形だとしますね。そしたらここに5フレット、1弦が5フレットに来る形でやってみますね。こんな感じですね。まあ、普通の G7 も押さえて、そして5フレットのところに移動してるんですけどね、ちょっとこの暗い雰囲気を持った、まあ大人の響きで言うんでしょうかね、そういう、サウンドで一瞬響くのがすごくいいと思います。次に1弦が8フレットになったところをやってみます。はい、C はこの高い方の、ね、ハイコードを押さえてますけども、こっちの C でやってみましょうかね。こんな感じになりますね。 G7 がこことここに、分かれた形で押さえてます。そして次は同じコード進行でここ行ってみますね。1弦が11フレット、こうなります。音が非常に跳躍しますけども、まあ、こういった形もありかなと思います。こういう風になります。はい、皆さんもぜひね、その G7 という一つの形で、いろんなポジションでできるというところを、まあ、研究してみてください。ちなみに、この形は純粋な G7 です。ここは G7 とはちょっと違うんですけどね、 G7 の -9th という、コードになりますけど、まあ G7 の一種だと思っていただいていいです。そしてここは G7 の裏コードって言うんですけどね、Sub5 だ、Substitute 代理ですね、の5の和音とドミナント7ということなんですけども、まあ、その名前はどうでもいいです。D フラット7の、まあ、4弦の開放がついているので、11っていう、コードになるんですけども、これは G7 の裏コードの D フラット7の仲間です。押さえるポジションだけね、覚えておいたらいいと思います。そしてここ11フレットのところは G7 の -9th というところ、G7 の仲間です。それでは本日はこれまで、バイバイ。